わあ、なんか結構こうシンプルな CM で、飲んでこう感想を言うっていう感じだったんですけど、本当にその撮影の時に初めて和紅茶を飲ませていただいて、いや、すごくびっくりしました。美味しくて、なんかこう撮影でまあ何回か飲んだりするんですけど、どんどん飲めてました。最近クレーンゲームをやったんです。すっごい久しぶりに。したら全然取れなくて、ちょっと難しすぎて驚きました。なんかもうちょっとこうパパって取れるかなみたいな思ってたんですけど、全く何一つ取れず、ただただでもまあ盛り上がって楽しんで帰りましたね。いいところはもういっぱいいっぱいありすぎて、ちょっとこう一つに絞るの難しいんですけど、でもやっぱ私も好きな漫画とかは、日本から、ね、世界に誇れるジャパンカルチャーだと思うので、昔からずっと好きですね。これからもこう一緒に漫画読みながら生きていくんだろうなとも思いますし、あとは日本食、和食も好きですね。お味噌とか、いいところいっぱいです。